こんにちは、あゆなびの時間です。今日は飯能市のあじさい寺とも呼ばれる長念寺にやってきました。今とっても綺麗です。ちょっと中を散策してみましょう。入り口から境内に向かってずらーっと並んでいるアジサイの真ん中を歩くことができます。色とりどりでとっても綺麗。令和2年には境内を散策できる小道ができて、さらにアジサイも増えました。本当にアジサイに囲まれながらお散歩ができる、そんなお寺です。アジサイとっても綺麗なので、ぜひ皆さんも見に来てみてください。